支持報酬加納明殿、以下同文でございます。アルペンスキーの加納明です。そうですね、今回パラリンピアンとしては初めて指導賞をいただけたということをすごく光栄に思いますし、また僕らがやってきたことがスポーツとしてオリンピックと一緒に評価していただけたということをすごく嬉しく思います。そうですね、今大会に関しましては本当に天候的にも雪面状況的にもすごく難しいタフなレースだったんですけれども、そういった中で自分の力を出し切れたということは、今までこうチームとしてこうトレーニングを積んできた成果なのかなと思っているので、すごく誇りに思っています。で、前回大会と比べて、前回大会でも金メダルを獲得していたこともあったので、その4年間というのがすごく4年後どういった実力を持って帰ってこれるかっていうのを試されている大会だったと思っていたので、その辺は少し気は引き締め方が違ったなっていうふうには思いますね。そうですね、やはりプレッシャーもありましたし、周りの期待っていうのも感じていて、ただそれが本当にレース前にはすごくいいようにこう自分の中で受け入れることができまして、でもいつも通り自分の滑りを出し切ろうっていう方にこう考えをシフトできたので、それが良かったのかなっていうふうに思いますね。そうですね、やはり今回は日本で多くの方々が応援してくださいましたし、たくさんの報道をいただいて、すごく僕らの存在を知っていただいて、チェアスキーということに興味を示してくれている方たちがすごく多くてですね、未だかつてないこう外で歩いていても声をかけられたりだとか、すごかったねっていう声をいただけるので、すごくありがたく感じています。はい、僕は北海道の網走というところで交通事故に遭ってしまって脊髄損傷になってしまったんですけれども、その時にまず身近にスキーという環境があったということがまず一番大きいのかなと思っていて、あとは父がスキーのインストラクターをやっていたりだとか、そういった縁もありまして、チェアスキーという存在を知ってすぐに興味を持って始めたという感じですね。はい、もう実際に競技に入ったきっかけというのは、長野パラリンピックをテレビで見たのがきっかけで、チェアスキーという競技にもオリンピック・パラリンピックという舞台があるんだっていうのをそこで知って初めて競技に打ち込むようになりました。そうですね、やっぱり僕はスピードが好きなんですけれども、まだその日常生活であったり普段感じることのできないスピード感であったり、風を受ける感覚であったりっていうのがすごく大きくて、あとはもう僕らの競技してるフィールドがもう大自然の中なので、そういった自然の中をチェアスキーに乗ることによって自由になる自分がいるので、その中での競技というのがすごく魅力に感じていますね。そうですね、こう自分のスキーのこう長所はどこだっていう考えて、こう自分を突き詰めていった時に、やはりクイック、速い素早い動きであったりだとか、そのスキー技術っていうものよりも、その高速スピードになった時の安定感っていうものの方が自分の長所だなと思っていて、そこを突き詰めたことによってこうコースが荒れてしまっている中でも高速でターンをできるようになったっていうことがまず第一かなと思っていて、あとはやはりこれまでの経験であったり、こう戦ってきた様々なレースがあるので、高速系に関してはどうやれば勝てるのかっていうことが自分の中である程度確立できているっていうことが大きいのかなと思いますね。僕らは雪上のスポーツなので、もう雪上に立てないときは、夏場とかはもう本当に体をどこまで痛めつけられるかで、それで体の持っている能力を上げた状態で夏場は南半球に行くときもありますし、実際にシーズンインになればヨーロッパのアルプスなどで練習を始めて大会に挑むという形ですね。そうですね、やはり一番に期待するのはオリンピアンの方たちの知識であったり、こういろいろな情報を共有していただけないかということが一番期待していまして、それで僕らも活かせることは必ずあると思いますし、逆に僕らがやってきて
もう上半身に特化している人間なので、そういったことも何かオリンピアンの方たちがこう何か感じてもらえるのではないのかなと思っているので、そこの共有はすごく強く希望しますね。また僕らもそうですし、他の種目もそうだと思うんですけれども、やっぱりジュニア育成であったりだとか、その基盤の強化っていうのもすごく大事だと思っているので、そのあたりもしっかりとやっていかなければいけないなとも感じています。そうですね、海外と言いましてもやっぱり国によって全然違うんですけれども、ヨーロッパでいうとドイツであったりだとか、アメリカであればアメリカ、カナダに関してはすごく障害者スポーツは発展していまして、やはりそれらの国はオリンピックとパラリンピックというのは同等の評価をしていただいているという認識がすごく強いですね。さらに本当にスキーヤーであってもすごくスター選手がいるので、そこに多くの子どもたちであったり多くの選手が目標としてこう目指しているっていうような環境がすごくあるように感じますね。そうですね、今回多くの報道があってこれだけの反響をいただいていることを考えると、やはりまずは実際に見ていただく機会を増やしたいというのが強く思っています。で、見ていただいたときに、その僕らがスポーツとして皆さんの興味が持てるようなこうレベルでのスポーツだっていうことを伝えなきゃいけないと思っているので、アスリート側としては今以上にスポーツの質を上げていく、僕らの競技レベルを上げていくっていうことが大事なのかなっていうふうに思ってます。はい、努力することを楽しみましょうということで言わせていただいたんですけれども、やっぱり僕自身3大会前までのトリノパラリンピックまではあまり努力を知らない選手だったんですが、それで努力を本当の意味で努力することを知って、それを当たり前になって、その努力によって成長を自分の中で楽しめるようになってから、やはり結果が出てきたっていうのがあるので、やっぱり何か目標の先の目標をつかむには努力をすることが大事なのかなと思っていて、それを楽しめた時には成功に一歩近づくのではないのかなと思っているので、この言葉にさせていただきました。